こんにちは、翔太です。今回なんですけど、メインアカウントですね、美写門展も撮りましたし、次回反響もやろうと思ってですね、今やっているんですけど、割と圧倒的に1位になってます。まあ今まだ始まって3時間なんで、まあ今だからっていうところはあるんですけど、この1位のうちに動画を撮っておこうかなというふうに思っています。で、まあこっちのアカウントはですね、育成素材ももうたんまりあるような状態なんで、まあ、いきなり劉備で行こうかなと思って劉備で行ってるような状態です。で、それで今193に挑戦している状態になります。メンバーとしては大黒天、ゴキビ、白卓、劉備、毘沙門天と、ちょっとこれ下のキャラクター毘沙門天じゃなくてアプロとかの方がいいんじゃないかってちょっと思ってるところもあって、あのアタッカーはですねちょっと要検討かなというふうには思っている、まあ、変えてみてもいいかなというふうには思っているんですけど、まあ、とりあえず今は毘沙門天をですね、まあ、スキル2が必中というところで、やってるんですけど、見て分かる通りですね、スキル2を打った後のボスの HP 全然減ってないんですよねっていうところがあって、毘沙門天じゃない方がいいんじゃないかなってちょっと思ってるところはあります。若干ちょっと火力不足が否めないかなというふうにちょっと思っているところはあるんで、まあ、ここはですね適宜調整していこうかなというふうに思っていますが、まあ、今のところはですねこのメンバーで193まで来ることができていて、まあ一応1位ですね、取ることができているというふうな状況ではあります。で、まあもう一人ですね、あのコスト5、今コスト40分の35使ってるんで、コスト5のキャラクター入れれるなと思って、誰か入れようかなと思って、ちょうどですね大鬼神がコスト5やったんでいいかなと思って入れようと思ったんですけど、あのキャラクターですね、混雑で攻撃力が異様に上がってしまって、劉備よりもですね攻撃力が上がってしまって、あの白卓の七星が劉備に飛ばなくなるというふうな事件が発生しましたので、それはちょっとやめました。まあ、劉備のですねコブの倍率的にもメンバーが少ない方がですね、倍率上がるかなというふうに思うので、まあ、ちょっととりあえずこのメンツでですね一旦頑張る。で、毘沙門天は自由枠というか、まあ、アタッカー枠で別に他のキャラクターでもいいかなとは思ってます。で、まあ、ちょっと気になっているのは撃砕なしで今やってるような状況なんで、まあ、ただまあ、ちょっとあのアカウントと比較するのはあれですけど、一応レオニダスと、アポロで破壊撃砕を付与していく方よりは、まあ、進んでいるような状況になりますので、まあ、一応こっちのが火力としては出るんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、やっぱり劉備は偉大ですね。劉備に、まあ、蓄力と暴走と姿勢を付与した上で、劉備が毘沙門天に鼓舞をするという風な流れがですね、まあ、個人的にはいいのかなという風に思いましたので、まあ、もしよかったら参考にしてもらえると嬉しいです。まあ、多分勝つことはできないんですけど、まあ、多分動画ですね発動してくれたらまた話変わってくるんですけど、発動しないですからね。であとスキル1ですね、スキル1は結構火力高いんで、当たればあのスキル1が当たってくれればっていうところはあります。スキルに当たったところでそんなに火力やっぱり出ないんで、ボスに対しては。そうなんですよ、スキル1が狂乱入って打てたらねだいぶ話変わってくるんですけど、それができないのがちょっと残念だなとは個人的には思っています。まあそれができたら闘技場で強すぎちゃうんで、まあ仕方ないんですけど、出陣時に狂乱に入るとかやっちゃうと。でここでもう敵が狂乱に入っちゃうんで、まあ、やっぱアポロの方がいいんじゃないかなと思ってますね。アポロだとこの狂乱状態でも防御力 80% 実装落としたことにして殴っていくことができるんで、それはですねちょっとやってみたいなっていうふうには思っています。あのちょっと今ですね、私アポロ覚醒がまだ終わってないので、まあ、ここ五覚醒までやってちょっと入れてみる、入れ替えてみようかな、ちょっと変わるかな、いや変わるかどうかは正直微妙だなと思ってるんですけど、ちょっとやってみるか。できれば7覚醒して命中値を上げた方がいいとは思うんですけど、いや厳しそうだなやっぱり。まあ、アポロの攻撃、一応7覚醒で命中レベルかける400があるんで、それがあると、でもなぁ、レベル差5、60開いてるから、もう関係ないような気もするが、当たればアポロの方が強いと思うんですよ、多分。多分ですけど。で一回ちょっと見てみるか。当たってないもんな、ほとんど。
当たってないな。当たってないし、まあ当たったところでか。うん、まあ、基本的にはやっぱこれかな。まあこれか、まあ、ビシャモテに取る予定ない方は、今の位置アポロで全く問題ないかなというふうに思います。少なくとも260までは絶対この編成でいけると思うんで、まあもしよかったら参考にしてみてください。まあ一応今193ステージまで進んでいるっていうのは、まあ、1位取れてるような状況になりますので、まあ、それなりの、まあ、それなりのっていうか、まあ、今回そんな選択肢あるわけでもないんで、まあ、一応、サブ戦役は帽子じゃない、弓パで行こうと思って、なんとなく弓章をですね、片っ端から集めているような状況ではありますけど、まあ、一応、この編成をメインにですね、やっていきたいなというふうに思って、おお、突破できた思っています。まあ、もしよかったら参考にしてください。まあ、これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと、今日は多分これが最後の動画になるかなと思います。この後ですね、ちょっと髪を切りに行ったり、脱毛に行ったりとか、ちょっとしないといけないんで、それ帰ってきたらもう夜になっちゃうんで、基本的には、ここまでにしよう。まあ、台風も来ているんで、まあ、おとなしくしておこうかなというふうに思います。まあ、明日もおとなしくしてるつもりなんで、明日も動画をガンガン上げていきたいなと思ってます。